はバンテリンドーム名古屋にご来場いただき、そして最高の応援をいただき、誠にありがとうございました。さあ、それではドラゴンズファンの皆様、連勝の喜び分かち合いましょう。しっかり納得して、自分もしっかりそれを
できることができてよかったと思います。試合の中で決まったと伺っていますけれども、ご自身この役割、どんな思いで投げていますか？いや、本当にね、勝ち負けつきにくいっていうポジションになってしまいましたけど、やはり自分は一番チームにやっぱ勝利に貢献できることが何よりも自分にとって大事なことだと思っているので、今こういう役割をしっかり全うしたいなと、これからも思います。続きまして、西江戸選手です。ナイスバッティングでした。まずは第1打席、16打席ぶりのヒットが出ました。苦しむ中で、あの1本というのはいかがでしたか？そしてすごくちょっと悩んでいましたけども、ようやく1本出て、久しぶりに出て、とても気持ちよくスタートできました。第2打席はチームにとって大きな勝ち越しのツーベースになりました。あの打席いかがでしたか？タイミングも良かったです。いい当たりが打てて、そして何よりも楠田選手がよく走ってくれました。楠田選手に感謝です。ありがとうございます。厳しい思いというのもあったと思いますけれども、今日のゲームで何か変わった、良くなった、そんなところはいかがでしょうか？そうですね、特に変わったことはないですけども、しっかりお前を向いて力強く毎日精一杯戦っていきたいと思ってます。今日はマスター選手がいらっしゃいますが、今日のピッチングファーストから見ていてどんな風に思いましたか？とっても良かったと思います。粘り強く素晴らしいピッチングをされたと思います。それでは最後に昇竜ユニフォームを着て一緒に戦ってくださったファンの皆さんへ、それぞれメッセージをお願いします。まずは石井選手。本当に今日は応援ありがとうございました。本当に町内の中でプレーできたを幸せに感じます。また今後とも応援よろしくお願いします。そしてまずはこちらもお願いします。次は
Thank you.